ラズベリーパイを利用したエミュレーターマシン PIBOE-DMG の紹介です。まあ、前回紹介したんですけども、もう一度おさらいをしますと、このゲーム機の最大の特徴は手持ちのラズベリーパイをこのゲーム機に組み込んで遊ぶことができる点です。使用できるラズベリーパイはラズベリーパイ0、ラズベリーパイ3、ラズベリーパイ4と3種類のラズベリーパイを組み込むことができるんです。中華ゲーム機でもね、ラズベリーパイを利用したゲーム機はあるんですけども、自分で組み込むことができなかったり、一つ前のラズパイだったりと、このラズパイ4が対応しているのはこの PI ボーイただ一つです。この PI ボーイはラズベリーパイが入ったモデルも販売されています。購入時に 4GB モデルと 8GB モデルを選択することができます。今回私が購入したのはラズベリーパイが入っていないモデルになります。この価格というのは$119.95というのはこのラズベリーパイが入っていないモデルの値段になります。この PI ボーイは、まあ、3種類のラズベリーパイが使用できるんですけども、まあ、ここからはねちょっと私の予想なんですけども、おそらくラズベリーパイ5やラズベリーパイ6が発売されても、この対応アダプターが発売されればどんなラズベリーパイにもおそらく対応できると思います。 PI ボーイを使用するにはラズベリーパイに応じた HDMI アダプターが必要になります。今回はラズパイ4とラズパイ3で使用したいので、この2つの、ね、アダプターを購入しました。そしてね、まあ、購入する際には別途、ね、送料が必要になります。この PI ボーイですが、最初からね結構たくさん入っていますけども、まだまだこれ以外にも自分でねインストールすることによってたくさんのゲームハードを追加することができます。前回はようやく到着した PI ボーイに自分の持っていたラズベリーパイ4を組み込んで、ようやくね遊べるような形にまで仕上げることに成功しました。まあそれでもね全然問題はなかったんですけども、この背面のね標準ボタンがね非常に使い勝手が悪く、一緒に入っていたねこの赤色のボタンがね使い勝手がいいということで、この赤色のボタンに変更してみようと思います。裏蓋をね外してやれば2本のネジで止まっているだけなので、簡単にボタンのね変更は可能となっています。でこちらの商品はオプションパーツが非常に豊富に揃っていて、この背面用のボタンもね、すべてのボタンとセットで$4.99で発売しています。これで、ね、背面のボタンの取り付けが完了しました。で前回ね組み立てた時に HDMI アダプターのネジをね2本締め忘れていたので、今、しっかりと締めておきたいと思います。でこのゲーム機なんですが、ファンをね元通りに戻す時に GPIO 端子をしっかりと穴にねはめて差し込んでおきます。この液晶画面というのは GPIO 端子を使って映像が出力されますので、これがねしっかり刺さっていないと液晶画面が表示されなくなります。こうやってねしっかり差し込んだら、あとはこのコネクタを差し込んで、そしてね蓋を閉めれば組み立て完了となります。ラズベリーパイというのは HDMI 端子を使って映像を映し出すようには設計されているのですが、 GPIO 端子を使ったような小型液晶モニターに映像を映し出すようには設定されていないんですね。そのためにレトロパイでこの小型液晶に映像を映し出そうとすると、レトロパイの設定ファイルを自分で書き換える必要があります。この設定ファイルの書き換えは初心者にはね非常に難易度が高いですので、初心者の方は最初から設定ファイルが書き換え済みのイメージファイルを使用すると、簡単に液晶画面に映像を映し出すことができます。この設定ファイル書き換え済みのレトロパイはレトロパイの公式ページではなく PI ボーイの販売元のホームページからダウンロードすることができます。この PI ボーイのサポートをクリックします。すると画面の下の方に PI ボーイ DMG オフィシャルイメージというのがあるので、そちらをクリックします。すると文字にリンクの貼ってある場所がありますので、そちらをクリックします。でダウンロードボタンを押すとイメージファイルがダウンロードされます。
エミュレーターの追加やロムの追加は普通のレトロパイと全く一緒ですので、今回そういった説明は割愛させていただきました。Thank you.
ゲームボーイの実機と比べてみるとサイズはね、もう縦長さ横もともにね全く同じサイズになっています。この PI ボーイの方はこちらがね音声ダイヤル、そしてイヤホンジャック、そして USB のタイプ B の充電の差し込み口がこちらにあります。液晶の明るさを調節するダイヤルですね。こちらにマイクロ SD を入れる差し込み口、こっちが HDMI ですけど、ミニの HDMI 端子の差し込み口になっています。ボタンのね、押しやすさなんですけども、まあ、厚みがあるので、非常にストロークがあってね、押しやすいです。十字キーもね、押しごたえがしっかりします、してますね。まあちょっとね、十字キーの下を押すと、このアナログのね、スティックにちょっと指がね、当たってしまうんですけども、まあ慣れればね、全然気にならない程度だと思います。